はい、本日は白井康和投手、日本ハムファイターズでございます。こちらはプロ入り5年目1992年オールスターゲームでのピッチングの様子でございます。この年は抑えでね活躍した年なわけなんですけど、翌年はね先発でも活躍ということで、そしてですね白井康和投手にはね実はですね2つ上のお兄さんがいらっしゃいましてね、兄白井貴之投手もですね実はねプロのねピッチャーだったわけでございます。こちらがお兄さんの白井貴之投手でございます。愛知県出身でね、こちら豊川高校でこちら練習している風景なんですけれども、まあ、こちらね190センチ80キロ時速143キロのねストレートと評価されております。実はこれはですねこうやってインタビューも受けられているわけなんですが、まあ、ドラフト1位候補だったわけなんですよね。そしてねこのドラフト会議前のあの特集なんかでこうやってインタビューを受けたりね、こちら練習の様子とかどの球団に行きたいみたいなことをね聞かれてね、結構ねあのすごいね評価が高いのがねこちらお兄さんだったわけなんですよ。トヨタにもね内定はしておりまして、まあね中日ドラゴンズのね、まあ、地元のね球団に指名されたいなってみたいなことをねおっしゃっていたわけなんですが、そしてですね1984年こちらドラフト会議では阪急ブレーブスが単独でね白井貴之投手を1位指名したわけでございます。ドラフト1位で入団いたしました兄白井貴之投手なんですが、当時2年目、86年の9月6日の南海ホークス戦ですね、なんと初完投で初勝利を挙げたわけなんですね。その時もですねなんとね12奪三振をねマークするなどね将来を嘱望されたわけですが、なんとプロではねこその一生にね終わってしまったわけなんですよね。まあ阪急の後ね大英中日と移籍するわけなんですが、通算成績はですね、まあ、阪急時代のね18試合で1勝4敗 5.15 という成績を残されております。一方の弟白井康和投手もですね同じく豊川高校に進学されたわけなんですが、当時の豊川高校のエースはこちら後にねヤクルトで活躍いたしますギャオス内藤こと内藤直之投手がエースだったわけで、白井投手はですね、まあ、控え投手兼外野手としてねプレーをされていたわけでございます。そしてドラフト1位で入団いたしましたお兄さんと違いまして、弟のね康和投手の方はなんと日本ハムファイターズで練習生としてね入団するわけなんですよ。まあね練習生といえば思い出すのは私こちら阪急ブレーブスでね練習生からねスターダムにのし上がっていかれましたこちら松永博美選手を思い出すわけでございます。そして1年間の練習生を経ましてドラフト外で日本ハムファイターズで正式に入団することとなったわけでございます。最初のねプロ入り3年目まではですねなかなか1軍登板もなく、2年目にね1軍登板4試合というのがあったわけなんですが、白井康和投手1軍に定着いたしますのはプロ入り4年目91年からになるわけでございます。ではその1軍定着いたしました、まずは91年のピッチングを見ていきたいと思います。この年はね先発も4試合あるわけなんですが、全ね31試合登板のほとんどがですねリリーフという形なわけでございます。しかしながらですねこの年はなんとねプロ初勝利を含みます2勝4敗6セーブ防御率 2.42 のね成績を残されたわけなんですよ。1年間ね1軍でねしっかり投げられたということがですねかなりねご本人にもね自信になったんではないでしょうかね。なかなかねこう勢いのいいねストレートを投げるピッチャーだというねイメージがね当時も私の中にはございましたしね、なかなかね結構ね力強いですよね。こうして見てみますと、そしてこの年日本ハムの抑えをやっておりましたのが武田和弘投手なんですが、武田投手はですね翌年から先発転向ということで、こちら92年はですね白井康和投手が抑えにね抜擢されたわけでございます。そしてこちらがですね冒頭のオールスター戦でのね続きの映像でございます。この年はですね43試合に登板9勝3敗10セーブ防御率 3.49 の成績を残されております。そしてですねこうしてオールスターゲームにもね出場されたわけでございます。なかなかね勢いのいい球をですね内角にねガンガンついてきますよね。あんまりね球速表示的にはっていうところはありますが、そのね表示以上のねこう感覚っていうストレートはねありますよね。そしてオールスターならではというか、なんていうんですかね、やっぱりねストレートでね押すっていう感じはねこの夢の球宴の舞台にふさわしい感じしますよね。でもね結構ねコントロールよくね外角に決まってますよね。こちらですね甲子園球場ですね。そして翌93年は
その年から復帰いたしました大沢監督がですね、白井投手を先発に回したいということで、こちらのね、新人山原和俊投手を抑えに抜擢したわけなんですが、途中からね、ちょっと悪くなりまして、結局的にですね、交渉明けから復帰いたしました。こちら金石明人投手が抑えの、ね、座を任されね、その後はですね、日本ハムの、ね、抑えとして活躍されたわけでございます。そしてですね、白井投手、いよいよね、先発でのね、ピッチングとなるわけでございます。こちらはプロ入り6年目、1993年、白井安勝投手先発でのピッチングの様子でございます。これはですね、懐かしいですね、ピンクイーの千葉ロッテマリーンズ時代のユニフォームでございますね。今対戦しているのは愛子選手ですね。このね、変化球もね、やっぱりね、交えてね、こう、あ、今度は堀選手、あ、ここなんか懐かしいですね。ストレート押しっていうだけのね、あのピッチングじゃないですよね。こちらはですね、あまり評判のよろしくないけどね、よく打っておりました、メルホール選手でございますね。まあね、ちょっと、ロッテの選手のお話をね、ちょろっちょろっと言ってましたが、なかなかね、今の球なんかもね、白井投手、良かったじゃないですか。そしてですね、この年はです。27試合に登板、10勝3敗、防御率 2.66 のね、素晴らしいね、成績を残されております。そしてですね、2年連続オースターゲームにも出場をされております。リリーフをですね、何年もやると、まあ、金属疲労というような形でね、こう、だんだん成績が下降するピッチャーもいる中ね、こう、うまい感じでね、こう、すぐ先発に転向したわけでね、そこで2桁、10勝を挙げたということは、まあ、これから先ね、日本ハムの、ね、エースとしてね、活躍してくれると、私もね、まあ、多分ね、ファンの方をね、思っていたと思うんですけどね。しかしながら、よく94年は絶不調、20試合に登板、1勝7敗、5.5 なのでね、とてもね、悪い成績になったわけなんですよね。そして、よく95年、こちらの、ね、お写真にもございますように、背番号17にね、変更したわけなんですが、この年も14試合で0勝3敗、5.15 というね、成績に終わってしまったわけなんですね。そして、96年は1軍登板もなしに終わりまして、97年にはこちら広島カープに移籍するも一軍登板はなく、そして翌年はですね、ヤクルトスワローズで移籍するわけですが、こちらでもね、一軍登板なく終わってしまったわけでございます。そして1988年に引退されまして、通算成績は143試合で22勝21敗16セーブ、防御率 3.69 の成績を残されております。そしてスカウトとしてですね、こちらの伊藤大海投手のね、担当をやられたりもしたわけで、なんかこうしてね、お写真見るとね、なんかね、年を捉えたなという感じがいたしますよね。プロ野球界兄弟選手というのはね、何人かいらっしゃいますが、やはりね、兄弟揃って活躍というのはなかなか難しいみたいですね。そしてですね、お兄さんはドラフト1、そしてこちら安勝投手の方はですね、練習生、そしてドラフト外の入団だったわけなんですがね、まあ、プロでのね、成績の方は、まあ、お兄さんでね、やはりね、良かったっていうところはありますからね、それもね、なんかね、難しいところですよね。本日は日本ファイターズで活躍いたしました白井安勝投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では。